いや皆さん楽しんでくれてますか。おいみんな本当大丈夫か。おーい大丈夫大丈夫。少しはこう日が陰ってきた。少しはコブさん、さっきも真上やったもんね。コブさん、お前あれが日が陰ってるように見えんのか。お前どこが陰ってんの。お前目が陰ってんちゃうか。いやちょっとなんかほら、うちわの数がなんちゅうの減ったっていうか。いやいや、全然右腕疲れてるだけでしょ。ねえ疲れて仰いでないだけ。ほんとちょっとはでもいいでしょ、始まった時よりは。大丈夫。そうでもないか。まだ暑いか、まだ暑いね。ごめんな、どないもできへんなあ。いや面白いわ宮崎、ほんと小袋一色になっちゃってね。これは地元の僕から嬉しいんですよ、黒田さん。そりゃそうでしょう。もう見渡す限り宮崎ですよ、これも。そうそう。そんでさ、ね、俺、はい、昨日かな、タクシーにちょっとパッと乗ったんですよ、はい、一人で、まあ、運転手さんも、うん、まあ別に僕っていうふうには思わずに、あ、どうぞどうぞ、どこまでですかとか言って、うんうん、たら僕の好きな寿司屋さんで一平寿司っていうレタス巻きのお店があるんですけど、うん、ちょうどそこら辺通った時にもう長蛇の列がバーッとできててさ、運転手さんがさ、あ、今日はあれですね、並んじょりますねって言うから、うん、俺はもう明らかに小袋のライブ来る人やなと思ったから、うんうん、あ、分かってたんやけど、なんかあるんですかねって言ったら、うんうんうん、小袋じゃないとですかね、あれはって言うから、あ、なんかあれですよね、ライブがあるんですよねって言ったら、あん、行き目の方でやっとですよえ、結構集まるんですか、うん、2万くらい来るらしいですけどねって言って、えらいもう楽しそうに、もう街がもうあれですよ、小袋でものすごいことになってますよって、あ、すごいですね、宮崎でこんなことあるんですかって言ったら、いや、宮崎ではこんな人気がありますもんねって言うてんの、俺を後ろに乗せたまま。すごいな。俺ここにおんねんが、あ、人気あるんですか、まあ、もう人気ありますよ。お前はその、だから、あのローソンの店員みたいなシャツ着てるから。そん時は着てなかったけど、ちょっとカメラさん、これでも抜いてもらえる。一応これ、あの宮崎県の形になってる。違うわ、お前怖い。今小渕さんがさっと触った手がもうお前の手液体かっていうぐらい濡れてた。違う、すごいね。ほんでその運転手さんさ、最後さ、もうものすごく機嫌よ、俺をその宮崎話でこう運転してくれて。お前の運転の時にいつもなんでこんなんなんの。お前運転する時いつもこうやって運転してんの。いや俺その運転手さんの真似をしてる。消費カロリーすげえ高いなお前。で宮崎話回してさ、小袋話結構ちょっとしながら行くんやんか、はいはい、最後にさ、え、あれなんですかね、片方の人が宮崎の人かなんかなんですかねって俺聞いたの、うんうん、運転手さんが、はい、あの、おぶちの方ですね。確かにね、あの、おぶち、あんま知らんやん。元首相がね、やっぱあまりにね、おぶちさんが有名だからね、仕方ないね、まだね。そんな運転手さんに優しく送っていただいて、なんかね、いろんな街中も垂れ幕が下がっていたりとか、バスツアーをやったりとか、いろいろと盛り上がっていただきまして、本当にありがとうございます、宮崎の皆さん。暑い。暑い。お前の今の話聞いてた、暑なってきた。なんで面白い話せよ、ほんなら。いや、僕ね、ちょっと宮崎の人たちに謝らなあかんことが一つあるんですよ。僕前回宮崎あれできたじゃないですか、あれなんて言ったらいいんですか、んなんかチーム小袋っていう有料サイトの企画で、あ、生配信、何神社、青島神社、青島神社に行っておみくじ引いて、なんかこうなんていうの、祈願しようみたいな企画で来たんです。ほんでその時に僕あの財布落としたんです、宮崎でね。で警察も行って全部届け出書いて、その時現金5万ぐらい入ってて、クレジットカードも全部入ってて、免許証から何からね、それが出てけえへんかったんです、うん、ね、ほんで宮崎の人が絶対その5万円で豪遊してるわって思ってたんですね。ほんで宮崎あんな、人そうな顔して猫ババするんやなと思ってます。猫ババって言うな。ほんなら全然なんじゃない、うん、その時着てた衣装のポケットに僕の財布が入ってて、その衣装を次来たのが、あの、イッテ Q に出てる宮川大輔さんやったんですよ。次来た人がね、そう、あのレンタルの鑑賞の、ほんなら宮川大輔さんが俺のその財布を見つけて返してくれたんですよ。どこの果てまでイッテ Q しとんねん、そんな。ほんまやでな。お財布さんよ。俺でもその時、次宮川さんにおったら1万円なくなってますよ。お前いらんって。
やめとけてお前。ちょっとかましてみようと思って。なんでやねん。よかったわ出てきて。ね、いや本当に。よかったよ。みんな大丈夫？もうあかん？あかんかったらもう最後の曲行くけど飛ばして。そう。いや、どっちでもいいよ。やる？どうしよっかな。いやもうみんながやるって言ってもううちのピアノのヨッシーさんはもうやめたいっていう顔してる。ヨッシーさん大丈夫？大丈夫？あ、いける？おー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 。今日言いますわ。昨日リハ終わった裏で明日無理かもしれないって言ってたね。本当、本当ね。